暗記は、半記または、猛記とも呼ばれ、二人で行う中国の万上遊戯である。4X8 のマス目、またはシャンチーの盤の半分を用いる。ゲームにかかる時間は、通常10分から20分であるが、高度なゲームは1時間以上かかることもある。暗記は、ソーシャルゲームであり、真剣な競技としてよりは遊びとして行われる。 このゲームのより本式な番が当時浮き、軍機などに発展した可能性がある。暗記専用の番は存在しないが、シャンチーの番の半分を使って遊ぶのが普通である。暗記は、シャンチーの駒を使用する。駒を裏返した時に、駒の裏から何の駒であるかがわからないようにしなければ、ならない。裏側に国際化した絵が描いてある駒は使えない。各競技者は、 7種16枚のコマを動かす。普通のコマでは、片方の競技者のコマが赤く、もう一方の競技者のコマが黒い。文字はここに書かれているものと異なる場合がある。詳細は、シャンチーを参照。32枚のコマを混ぜて、裏返しのまま番のマス目に置く。コマは、シャンチーが線の交点に置くのと異なり、将棋やチェスと同じようにマス目の中に置く。 一人がまず一枚のコマをめくって表に向ける。先手が表に向けたコマの色が先手側の色となる。もう一人が次の手を指し、あとはゲーム終了まで交代に手を指す。片方の競技者がコマを動かせなくなると、そこでゲームは終了し、動かせなくなった側の負けになる。最も多いのはすべてのコマが取られて動かすコマがなくなってしまう場合である。しかし、 すべてのコマが敵のコマに囲まれてしまって動けなくなる場合も存在する。三種類の手がある。競技者はコマを表返すか、コマを動かすか、敵のコマを取ることができる。一回に複数のコマを取れる編集も存在する。裏返ったコマがある場合、それをめくることができる。めくってみるまでは、そのコマが自分のコマか敵のコマかはわからない。 表になった駒は動かしたり、他の駒を取ったり、取られたりすることができる。裏返った駒を取ることのできる編集も存在する。競技者は自分の色の表になった駒だけを動かすことができる。シャンチーと異なり、すべての駒で動きは同じである。駒は縦横に一マスずつ動かすことができる。駒の深度に別な駒がすでにいる場合、その駒を取ることができる場合を除いて、 そこに移動することはできない。すべての駒は動くときと取るときで同じ動きをする。競技者は表になった自分の色の駒で、表になった敵の色の駒を取ることができる。取った駒は盤上から除いて、取られた駒が元いた場所には取った駒が置かれる。駒には強さの順位があり、卒が最も強く、兵が最も弱い。一つの例外を除いて、 強い駒で弱い駒を取ることはできるが、逆はできない。例えば、車は馬を取れ、章は車も馬も取れるが、馬で車を取ったり、馬や車で章を取ったりすることはできない。唯一の例外は、卒と兵の場合で、章は卒を取れず、卒は章を取ることができる。この逆転は、軍人将棋に似ている。自分と同じ順位の駒は、取ることができる。 香港ルールの駒の順位は以下の通りである、小、車、馬、頬、死、像、卒。この順位は概ねシャンチーの駒の価値に対応している。駒を取るときの動きは単に動かすときと変わらない。台湾ルールでは駒の順位は以下の通りである、小、死、像、車、馬、卒。この順位はシャンチーの駒の初期配置をもとにしている。 ただし車と馬の順位は逆になっている。頬以外の駒では、駒を取るときの動きは単に動かすときと変わらない。頬は特殊で、通常の駒の順位に含まれていない。頬は、どの種類の駒も取ることができるが、兵を除く任意の駒から取られる。頬が駒を取るときの動きは、シャンチーと同じで、縦横にいくらでも直進して、中間にある一つの駒を飛び越えて取る。 方と取られる駒の間には、中間の一つの駒以外の駒があってはならない。中間にある駒は、敵の駒でも味方の駒であっても構わないし、表になっていても裏返っていても構わない。方はどんな駒でも取ることができるが、必ず中間に駒がなければならない。したがって、方はすぐ隣のマス目にある駒を取ることができない。方で駒を取るルールについては、 他にも様々な編集ルールを付け加えることができる。大陸ルールは台湾と同様であることが多い。戦日手は一人の競技者が循環した動きを強制した場合に起きる。典型的な戦日手は片方が繰り返し敵の駒を攻撃するが、それが取れない場合である。戦日手の判定は地域差がある。戦日手が許されるゲームは五分の戦いが増える、傾向がある。 一方的なゲームが、千一手を避けるために駒を捨てることにより、しばしば面白い試合に変化する。コンピュータ上の暗記プログラムでは、駒をめくったり取ったりしないまま互いに数十種、進行すると、自動的に引き分けになることがある。像とらしひょくをかみねこネズミは、暗記の変形で、シャンチーの駒の代わりに、当重木の駒を用いる。番は44の16マスのものを使う。 コマの順位は当時浮きと同じで、それ以外のルールは基本的に暗記と同様である。他に軍記でも最初にコマを裏返しておいて暗記と同様にめくっていく編集が存在する。ありがとうございます。